こんにちは、パステックです。モーター選定のうちベルトフリーシステムの場合モーターを選定する方法について説明いたします。以下の牧草の内容はお客様の要求事項を0時にしたものです。重さが 25kg でローラーの PCD が 30mm のコンベヤーシステムです。送り距離は 500mm 加減速時間は0.4秒。 コンベアの速度は3 0 0 m m s 減速比や3対1で 86mm サイズのモーターは適用不可能の場合ですモーター選定のためファステックホームページにアクセスしサポートにマウスを指さすとモーター選定ガイド画面につながります またはメイン画面の下段にあるモーターガイドをクリックしてもいいですモーター選定ガイド画面に移りますと次の4種類のガイドを選択してご利用いただけます現在のシステムはベルトフリーですのでベルトフリーを選択するとこのような画面が表示されますがスクロールを下に下げるとデータを入力できる画面が見えますボックスがいくつかありますがこの中から金色いボックスだけ入力すればいいです 重さが 25kg ですのでテーブルとワークの荷重には25を入力しプーリーの直径は 30mm ですからプーリーの直径は 30mm ですがボックスはセンチメートルですから3を入力しますプーリーの厚さは0.6を送り量は50を入力し1決め時間は加減速時間とワークの線速度送り距離が決まっているので 計算して入力してください。線速度300は送り距離500を1決め時間から加減速時間を引いた値なのでこれを計算していると1決め時間は2.07秒になります。したがって1決め決定時間には2.07秒加減速時間には0.4秒を入力します。 回力は0であるので0を入力し、取引計算客は0度であるので同様に0を入力してください。検索位には3を入力し、検索器効率のような場合に、使う検索器が油性検索器なら一般的に効率が90%なので0.9と入力すればいいです。もし2段原則器ならば90%の0.9をかけた値を入力してください。 モアムギアをチえば一般的な効率が50%ですから0 5を入力してください安全率は不確実性を考慮して設定者が経験的に選択する値です現在の場合比較的一定の条件でよく知られている材料を使用し荷重と応力の大きさが簡単に決定できる場合には安全係数推奨値が1 5から2なので 弊社は2を使用します。もし不確実な環境と応力条件で使用されるなら、もう少し高い安全率を使用することをお勧めします。入力して計算ボタンを押すと。見える仮面のように計算された結果が出ますが、見なければならない。数値は1番シーターの。 モーター選定部分の駆動モーターの回転速度と駆動トルクです。例の通りに計算したら 572iPM から 0.53Nm 以上トルクを出せるモーターを探さなければなりません。下のグラフを見るを押してグラフを開いてくだされば20逆から86逆までのグラフが出てきます。 572rpm から 0.53nm 以上のトルクを出すのは 56m、56l、60m 56、60l 60以上のモーターしかないが86額は適用不可ですから86額以下のモーターグラフだけを集めています570より低い低速で大きなトルクが必要な場合には長さが L の 56l 60L の方がいいですしモーターの長さが短くなければならない状況なら 56M または 60M サイズのモーターを使うのに適してでいますここでは56学 L モーターを選定して計算しますこの時の完成モメント値が520で 572rpm で約 0.9Nm のトルク値をを持つことを覚えておきます先に記憶しておいた完成モメント値を入力しローターの完成モメントが含まれた時に必要なトルクを計算してモーターの多等性を検証する必要があります 56L モーターの完成モメント値520を下の金色いボックスに入力すると 完成モメントを考慮した際に必要なトルク値が 0.55Nm と計算されますが5 6額 l モーターが 570rpm から 0.9Nm のトルクを持ちので 0.55Nm は十分使用できる範囲です最後に完成モメント比率 K を計算しモーター選定の妥当性を検証しようとします ここで完成モメント経緯は負荷の完成をローターの完成で割った値で推奨する完成比を超えるとモーターがステップを逃したり停止したり振動することがあります一般的なステップモーターは5:1から10:1までの完成比を高用しますがクロスループステッピングモーターは完成比を30:1まで雇用することができます この値を超えてもモーターは作動し続けることができますが保証はできませんもし負荷完成が大きすぎて完成比が30を超えるとサイズの大きいモーターを使用するか減測器を使用して完成比の値を減らさなければなりません現状では完成比が約12ですので0時のシステムで、ね 5600L サイズのモーターが適していると判断されます詳細すなわちカタログ製品マニュアル動画例題はパステックホームページ www.pastec.co.kr からダウンロードできますまた YouTube でファステックを検索すると約100個の製品アプリケーションの動画が見られますありがとうございます